はい、どうもワイワイと申します。よろしくお願いいたします。いや、本日はですね、ちょっと前回までに尺がどんどん伸びていってたってことでね、少しだけ短い、まあ数分短いかなと思われるサクナ姫、まあ天水のサクナ姫というお米を作るゲームの第5回目でしょうかね。実はね、今回に関しましては、まあ、お米ももちろん作るんですけど、ちょっとストーリーをね進めたいなっていうことで、まあ進めたいというか進ませることになったんですよ今回は。そのため1年いつもやったらねお送りしてるんですが、ちょっとそれがね入りきらなかったんで、中途半端といいますか、1年の、まあ、途中のところまでお見せすることにはなるんですけれども、ただもう非常にこうハートフルな物語、ハートフルなお米も見れるかなと思いますんで、ぜひ5日目にして第4作になるのかな。おじさひかり、おじさにしき、おじさこまちの次は一体どんな米を作るのか、そしてどんな物語が生まれたのか、ぜひご覧いただければなと思います。では早速参りましょう。天水のさくな姫第5回の動画でございます。どうぞ。はい、皆さんおはようございます。本日もね、さくな姫第5回目の動画でしょうかね、初めてもやりたいと思うんですが、まあ前回ですね、ちょっと収穫が遅れたということもあってね、ちょっと遅れてたんです。それでね、12月のもう3日からのスタートということになりまして、まあ、本日ももちろんねお米は育てていきたいと思うんですけど、まずはまあこの土壌をねよくしていくところをちょっとやりながら説明したいなと思うんですけど、今回はね、まあ、前回農林水産省のなんかホームページを見て、でウィキがどうのこうのを言うて、ほんで検証してみますねみたいな、なんかちょっと僕 YouTuber ですねみたいなことをしたでしょ。何言うてか分からんか今な、寝起きが何言うてか分からんおじさんな。なんかもう天水のさくな姫動画でしゃぶり尽くされたようなネタしたでしょ、僕したと思うんですけど、今回はほんまにオーソドックスにいくよマジで。今回は別にでも割り手抜いてるわけじゃないから、ちょっとね今回に関して言うと、ダンジョンが実はないんよ。目的とされるダンジョンがないので、前回まではちょっとボスとかさ、ガマなんか最後にカエル倒したでしょ、最後覚えてる、おじさんやったこれちゃんと見てや、自分ら見てんとこあるんちゃう、何や言うて、だからおじさん喋ってたらもうなんか思てるとかヨガみたいなとこあるやろ。そういや最近さ、俺、ね、あんま寝つきが悪いからさ、ヨガのさそういや最近さじゃないわ、あかんあかん、もうそれようとしてるやん。だからな、おじさんがガマとか倒してその目的が ないの今んとこで。ストーリーもさ俺好きやから、この、まあ、ほっこりしたストーリー、そういうのをもうちょっと見せていきたいなと思うと、今回はそのなんか作るところにねあんま時間かけちゃうと、ん、かいまる帰ってきた、ほらかいまるもな、なんでそんな髪型してんのかとか分からへんやん。分かるじゃん、なんでかいまるが、あんまり日本語が喋れへんな、立つことできんのに、や一つの単語も喋ることできひんでな、うんこって言うか殴られるかしかないわけやん。それでも彼はでも最終陣に行ったらこんだけいいもんを手に入れてきてくれるわけやん、なんかあるやん。ほんだそれは、じゃあかいまるのお父さん誰なんや、かいまるのお母さん誰、よっしゃ、ほなこのもんに食を一旦これ田起こしこれぐらいにしとこう、これは 100% やで、も悪いんだよ、もう俺ベテランやから、ほらそやろ、よく耕せたと思うぞ。ほんで除去した石の数が10で肥料が10って書いてるでしょ、ありって書いてるでしょ、これ決して有森裕子のありじゃなくて肥料を毎日あげてるんですよ。でこの冬これまた巻くんですけど、巻けるんですけど、これ朝に毎回ね巻くだけでいいみたいなんです。なんかだからこれなんかこのゲームでは朝に肥料を巻いて、で10時間しか効能は効かないんですこれね。ただこの10時間経ってこのまあ肥料のね右側の肥料の数字がどん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 減っていくんですよ、これは吸うの麦が。この肥料今回はねちょっと俺こだわろうかなと思ってんの、ね、この肥料が今回の俺の目玉やね、目玉って言うてもあれやで、ほんまのあれちゃうで、目ちゃうで、撮れてるこれな、分からんけど動画撮れてるちゃんと、今日土壌の炙り焼きにしようかな今日、ちょっとこれ今日こんなでこれやから、なんか白米を使った料理として炙り餅っていうのがあって、これの満腹度はやばない、炙り餅、仮にこの炙り餅がなしやったとしたら、これ満腹は5やろ、プラス5やろ、この満腹って何なんて話じゃない、これがな、この下の能力強化、これがなって、お前友達に喋りかけてんのか、この能力強化っていうのがあれやねん、戦う時に大事になってくる。だから体力が5とか、体力やったら分かるやん、回復の速さとかスピード感のダッシュのところとかと思うんやけど、ダッシュなんかあらへんけどこのゲームは、あんま言わん方がよく分かってへんかったら、そやの
いただきます。さくな様の獅子奮陣のご活躍により、あ、おう、近頃は風に困るといったことがなくなってまいりました。食べるか食べるか発揮しなよ。日々我々をお守りいただき、心より御礼申し上げます。何改まって困るな、田上もん。ちょっと寝起きだからさ。これぞ神の力。そうよ、うやまえへつらえ。あんま言うと落としいだけだけどな。あ、なんか乗ってくれて本でそれ。おひいさま。あ、ほら、左に竹の子なんか言ってるわ。なんじゃ、また小言か。いえいえ、とんでもございませぬ。なに、どうしたの。あの甘えん坊のおひいさまが、あれだけの日々を耐え抜かれ。そうね、でもね、わかるわかる。最初こそ本当にね、あの典型的ダメな二世タレントみたいだったけど、君はじいは、じいは嬉しゅうございますぞ。そうや、今となっては第一線で活躍してんのよ、さくな姫なんだ。なんじゃ、そんなに褒められると逆に調子が狂ってしまうではないか。そう、それにしても、初めから分かってはおったが、マジってすごかったんじゃな、全然狂ってへんやん、調子姫。考えてみれば、姫、先人の部と豊上神の恵みが合わさったのじゃ、最強でなくてなんとするか。そんな片岡するだろうみたいな M 字ハゲやった。これからはわしの時代じゃ。あ、すごいやん、マイケル・ジョーダンみたいなこと言うやん。神様、うん、記憶するのはいいけんとも、だっちゃ、肝心の直命とやらはちっとも果たしてねえんでねえかや。お前は人が気持ちをしゃべってたとか、お前はこの野郎。都には帰れねえんだべ。あ、なんだよこの野郎。 お前の足を取って帰られねえよ、してろかこの野郎。お前はマリアナみたいな頭しやがってこの野郎。ミラテたち帰れません。似たようなこと言うてるわ、それ。なんか知らんけど、それはそうなんじゃが、何故この島ではやむことなく鬼が生まれる。そうよそうよそうよ、それを調べよ。ああもうほんまとの命にございました。死体にタケノコええこと言う。そうやね、それがやっぱ今回大事やと思ってんね俺。考えてもわからぬ以上、今はただ未踏の地に足を伸ばしていくほかないのでございましょう。そうやね、だから目的のダンジョンをね探したいわけ。まずまだ行ってないところは南に火山、西に砦、北には谷か。まだまだあるやないか。ほんなら最も攻めがたいのは4つのうち3つ行ってへんやないか。え、西の砦がしんどいの。かつて竹蛇様が先代カムヒツキ様と争われた折に作られたものですが、今は鬼どもが根城にしておる様子。おう、カムヒツキ様と争ったん。自分の竹蛇様っていうのは自分のお父やねん。先代カムヒツキさんってあのごっついごっつい女のしょったやろ。あれやねん。あれ、あ、そうなんや。恐ろしいまでの邪気が野山を越えてまいり、あちらを見るだけでもひげがピリピリいたします。ひげがあらへんねんか。お前今のわしには手に負えそうもない。後にしよう。いいけどな、俺別に。南の火山の方はと申しますと、はいはいはい、こちらは逆に鬼どもの気配がなさすぎる。あ、マジそこに伸ばせへん。なんか田んぼとかほんなら山腹に立ち上る毒煙が奴らを退けておるのやもしれません。そんなのがあるの。となると残った北の谷を調べた後、力を蓄え西の砦を攻める。え、毒煙がでも怪しい気もするけど。そんなところでございましょう。了解、まず北から西ね。どうかご分を。我ら一層サクナ様をお支えつかまつりまする。そんなええか、普通に倒れしろお前は。なあ、ほら、かいまれも頑張れ頑張れ言うてるわ。かいまるよ、今の話わかったか。いや、わかんの。かいまるは聞くことはできんの。こいつはダメだ。なんでそんなこと言うねんな、お前は。面白いね、お前。お前、かいまるの顔見てみろよ、今のお前、かいまるの顔。うわ、めっちゃ笑ってるで、俺、みたいな顔してるやんけ、かいまるが。お前、この野郎、お前、すっとかよ、この野郎、お前は。バカ、お前。はい、おはようございます。苗が育ち、田植えの準備が整いました。苗に行ってみましょう。ということで、本日は春の1日目ということですんで、ほら早速虫とかがね、あとわらびとかね、わらびちゃんはあのこういうね、なんか湧いてまいりましたけれどもね、タニシとかね。一旦前回ね、前回というか、まあこれは見せてないですけれども、作った肥料をこれ任せていただいて、ほんで肥料を作る。これはね、実はもう毎日してます。今に限ったことじゃなくてね、毎日しておりますんで、これはしながらあの植えたいんですけど、ちょっとさっき言われたそのマップのやつ、ちょっと一回見に行ってみひん。まず北の方とか言ったやつで、ちゃうで、ここでやる。俺今回ちょっとどうする。みんな例えばほな考えて、量、味、硬さ、粘着度、ほんで美しさ、香り、どれが一番ええやろ。俺どれかを今回な、ふわっさ、伸ばしたのかな思ってんのよ。で、一番戦いに影響出るの何かなって考えた時に、やっぱ量か味やねん。
あ、良質な菓子ええやん。良質な菓子、ほらや、これでプラス16になるやろ、量が。これ16なんだけど、防虫のとこマイナスがない、虫が寄ってたがってきょるみたいな。うわ、竹とかええやん。ほんでオッケー、これでどう。これちょっとだいぶ肥料っていうか、まあ、木材とか菓子とか入ってるけど、これで量プラス40ぐらいやんか。この肥料を、いや、これで俺今回はちょっと爆発的な量をな、ほんま抱えきれへんぐらいの量。その代わり防虫と防草はマイナスだっていうか、これね、虫とかは気をつけなあかんねんけど、これ投入するから。で、これ熟成したやろ、これを今回はやっていくわ。今回は基本的にはこういう量と第2に味やな。でも第1はもう量を増やす、そういう米をちょっと作りたい思う。ほんちょっとマップ見してごらん。北がどうのこうの言ったら、あ、これ左、これ西側じゃないの。北側にどうのこうの言ってたのは何。来てきゃー。オッケー、まず貝丸を生かして。どうやらここみたいね、この狭間の口が新しいところみたいで、どうしようかな。でも今日植えへんかったらちょっと遅植えにするね。ほんだなあ、今回の第4作。おお、ごそか、なんか城下町のこうね、城に続く道みたいな。うわ、なんかほんで、うわ、なんかおるやん、いっぱい。全然知らないやつがこうねんけど、これ。うわ、強い。ほんで、なんか思ってるよりも強いねんけど。でもこれ魚とか倒したら魚の肉とか手に入るんちゃうかな。いや、強いわ。鬼神獣とか手に入ってるけど、あ、これでもいいかもな。今俺だから、その素材をさ、素材っていうか、あの肥料のな、素材を良くしようとしてるから。はよ来いよお前、無理みたいな形しやがってもよ。おっしゃ、あ、倒した。あ、これで倒したんや。確かにちょっと強かったけどね。オッケー、何とかなりました。新しく出てきた西側のまあ1個目をおーまあ倒しました。ただね、こっちこれ最欲、あるんちゃう。まだ行けるんじゃないの。え、あ、水の浜へ行けるなんてんて、新たな地域。え、来たって言うてへんかった。こっち行っていいの。俺今日しか逆に言うともう攻めるとこない。あ、最終地やねんて。これ買い丸行かせる、こんなとこ買い丸行かせるの。ちょっとだから今回からはあれ、大なるかもな、ダンジョン大なるかもしれませんね。今のところね、探索で 100% になってるでしょ。こういう探索目標っていうのを達成していくと 100% になって、 100% になったら次のところが開けてくるみたいなことあるんですけど、例えばこれとかほら、もう 33% じゃない。ってことは全然まだまだなんですよね。この狭間の口をちゃんとクリアしたら北に生まれてくるとかあるかもしんないから、ちょっとやっぱ植えるのももう植えながらね。まずね、ストーリーの取っかかり欲しいねんわ俺。よっしゃ、じゃあ今日も夜になったからね。ああ、買い物おかえり。買い物見て、めちゃめちゃ持って帰る。お前ほんま使えるな。これもしかしたら何回か買い物、ずっと俺買い物にしか行かしてへんのよ。それがこうそうしてんのかもしれんね。なんかだからこそっていうのもあんのかもしれん。ほんでもう春の季節、夏の季節になってくれたら虫出てくるから、ちょっと虫のチェックもしとかなあかんし。なさい、さい、さい。それはすごい。何が。その、うん、印刷機なる道具を使えば、うん、書物がいくらでも。ああ、印刷機な。はいはい。やあ、ミルテ、今まで見たこと全部本にして、故郷のベンタニア。ベンタニアっていうところだ。世界に伝えたい。あれも聞いてへんよ話。ヤナトの国、ヘルファーって大変素晴らしい。ああ、そう。恋の楽しそうなミルテは初めてでねえかよ。そうやな、確かにそうやな。でもな、でもなじゃないねんだが、お前は。いつかは麓の良さ、ケイラネットだべ。そう、もう帰るやんけ、だからそれは。ちゃうやん、ええ国やな、で、ええやないか、マリファナ。なんで、お前なんでそんなあれやねん。カイマルに至っては、まあ、カイマル麓の世のことすらも、僕に知らぬうちに、こちらに来てしまったのだ。なんか、オロチマルの縄みたいにつけられてな。この島に閉じ込め、育てるのは、あまりに忍びない。いや、しの、なに、お前、あ、忍び将軍って、お前、お忍びだけにってことちゃう。雨の浮き橋が再びかかりさえすれば返せるのじゃ、うん。あ、最初に通った橋やな。あれは、神々にとっても、遥か昔。初代カムヒツキ様にしか扱うことができなんだ、代物。俺なんかそこが引っかかってね、初代カムヒツキ様っていうのがちょっと敵なんじゃないかと思って。今では幻のごとく、消えたり現れたりを繰り返すのみじゃ。あ、そう。もうたまじい。あ、わしの母上も元は人、つまり麓の世のものであったのだろう。あ、そう。母上はどのようにいただきの世に渡ってまいた。ほんで何、神様と結婚したってこと。ほな、お母上豊花様は雨の浮き橋でなく、おひい様が今お使いになられている羽衣の力で二つ世の境を越えられたそうです。せよって言って渡ってきたってこと。ほんだ、なんとこの羽衣が、てっきり
岩に刺したり、そう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 、敵を振り回すためのものとばかり。そうよ。それではこの羽衣は今のカムヒツキ様よりもすごいということになってしまわんか。それはならない。ある面に限って申せばそうなのでございましょう。ああ、そう。それほどまでに途方もない力を持つ者を果たしてどのように麓の世の豊花様が手にされたか。ああ、そうやな。それはこの玉は愚か、お父上であるタケリビ様ですら聞き及んではおらぬです。ああ、むっちゃガード硬いやん。ともあれ、この羽衣をもっと使いこなすことができれば、あるいは…ああ、なるほど。ということは、橋をかけずして、またそれを戻ったり、ふもとに戻ったりできるってことな。おそらく。はあはあ。しかし、おひいさま、力とはえてして、相応の報いを求めるものにございます。うわ、すごいやん。世の境を超えるほどの強大な力。見合うだけの何かを失う覚悟は終わりですかな。目だけは勘弁し、鼻やってやるわ。ほんな、何を申すか。鼻やってやる。危ないのは嫌じゃ。では今はやはりカムヒツキ様より賜った命を果たし、お許しを得ることといたしましょう。まあまあ、そうやな。さすれば再び橋がかかった時にいち早くお教えいただけるやもしれません。いつかわからんもんな。距離やな。ご注射なんてしました。全然進んでへんで、春の1日目から。はい、ということで、春の2日目、田植えする今日も。どうした。さくら様、新しい農場を見つけましたぞ。これは稲の量を増やす。お前が、ちょっと待って。量マジで量を伸ばす。これはすなわちおひい様の命を伸ばす育て方とも言えますじゃん。稲の量を育てると、わしが鬼どもとの戦いで倒す。そうやん、まさに俺は今日やろう言うたことやん。それでは農商を頼りに一つやってみるかと。ここでね、実は田植えもんと、まあこれ稲作ミーティング出てるんですけど、今第4回目はこれぐらいやな、田植えもんな。これちょっとできん、稲作会議で。ここで次の日の天気とかそういう気温とかね、そういうのも見れながらこの農商っていうのを確認できる。ここが増えたって言われてるんだよね。あ、これや。量は、春の巻、種もみ選別は軽く行うにとどめる。種もみ選別って何やろ。で、厚巻きで行うとか言ってんな。田植えは密植を避けながら多く植える。あー、なるほど。だからこう分結していきって増えることを狙って密植を避けんねんな。はいはいはい。夏は出水までは保護栄養を適量与える。まあだから肥料やろ。ほんで、ま、夏真っ盛りの時に中干しを行って、だから2ぐらいなんかな。じゃあ夏の2は水あげんと、ほんで出水後は葉越えを多く与え、で冬熟後はなるべく乾かしてから刈り取る。なるべく乾かしてから刈り取るって何。全然俺の前回やったことと違うやん。ご家庭に届く時にまだ湿ってるとまで言ったのに。とにかく田植えの密植を避けながらって。ありがとう田植えもん。こうなんか密植を避けながらってやつさっきやってみひんじゃ。それが多分できるんやと思うんだけど、ここでなんかできんの。そもそもこれはよくわからんもんね。これはなんかここ以降できひんもんね。まあまあ植えようや植えようや。おっしゃ、ほんなら植えるか。始めるか。やればやるほどな、ワクワクしてくるのよなこの量で。俺前に思ったのはこれな、こうまっすぐ引いた方が、ま、こう、ま、分かる。まっすぐこう後ろに引いた方がまっすぐの線は引けるってことが分かってる。もう今日はね、一応形も決めてるんですよ。で、いつもやったら、言うてると思うんですけど、王子さーなんちゃらっていう名前つけるでしょ。そこの部分も、まあ一応考えてはいるんですけど、ちょっと待って、なんか、ちょっと待って、なんか勝手に2個植えちゃうんだけど、何、なんか今わざ、それ知らないそれ。なんかよくわかんな、何、2本とか、やめろよお前、今。うわ、完全にデザインさせる気ないじゃん。困ったな。ちょっと待って、なんかさ、ハートの形にしようとしてんだけどさ、もう2個植えちゃうからさ、初心者マークみたいになってんだよな、なんか。わかるこれ、ハートの形にできないんだって。植えすぎちゃうんだよな。しかもあと113もあるって言ってんのに、もう夕方になりそうだしさ。もう結局超密植してんじゃん、なんか密植してないこれ。これ大丈夫、これハートに見える。ハートかなこれ。いやでも収穫の時にはハートに見えちゃうかもしんないね、やっぱり。終わり終わり。いいのかこれ。ほんとかなり寄せて植えたぞ。かなり寄せて植えたぞって言ってるよ。いや言ってることって、やってることがしっちゃかめっちゃかじゃないかな。
はっきりやる気なくなっちゃったな。どうしよう。もう見てこの未熟具合とか、もうコミケ開催されてんじゃんこれ。いただきます。あー、幸先やられたな。もうのう魂、父上と母親はこの島へどのようにして出会ったのじゃ。おひい様もついにご両親の馴れ初めのご関心が驚くようなことかの。こう見えても花も柱を乙女じゃぞ。色恋に思いを馳せることもあるわい。まして両親のこととなればなおざらじゃ。ブフ、なんで吹き出すんじゃ。神様のお父さんとお母さんの話すかさや。見る手も聞きたいです。長い話になる。自分を追っていくとしよう。あの前はさあやってまいりました、春の3日目。春の3日目の今回の状態をまずご覧いただきましょう。はい、木が増え始めたぞ。だいぶ伸びてないよ。だいぶ伸びてるよな。で、一時分裂の時期なんです今ね。問題はこの一時分裂の時期に、田植えもちょっとごめん、何回もミーティングして申し訳ないんだけど、さっきの寮のやつなんかなかったか。これは出水までは保護栄を適量与えて、夏真っ盛りに中干しを行うんです。そう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 、夏の2に中干しを行うんだよな。了解了解。じゃあちょっと多分時間あるんで、その間また肥料にね入れるあの素材を狩りで取りに行きたいなと思います。そうそう、ほんでなんか新しいとこがこれ出たから、左側にここにちょっと貝丸に、貝丸すごいよな。まあこのようにこれ貝丸行かそう。新しいなんか手にアイテムをね、貝丸彼なら多分手に入れられると思うから、俺はもう行ったとこちょっともう一回攻め直すわ。アイテム欲しいだけやから。よっ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 、そうね、そうね、あ、嫌がれみたいなのか、キングオブファイターズ、あ、嫌がれっていうやつ。あー、いい汗かいた。今日もいい汗かかしていただいたんでね。まあ言うても、でも明日が夏か。おっしゃ、ただいま。お、どうしたんどうしたん。うん、大変です。何、カイマールが、え、カイマール砂浜いたんちゃうの。落ち着け、見るて。どうした、カイマルがどうしたんだ。どうしたんだ。貴様でいたけんとも、ちっと目離した隙にどっか行ってしまいした。砂浜に俺は行かしたんやて。食べ物のおじさんも心当たり探すっていなくなるし。なんてこった。一体どうすどうしたんだ。で、行かしすぎた俺。仲間の最初は完了した言うてるけど、カイマル。カイマル師匠、お前縁起悪いわ。お前師匠なんか持って帰ってきやがって、この野郎。ちょ、どうしたのどうしたの。カイマルどうしたの。俺たちは探せるとこ少ないから、神様、カイマルのことどうにか。お、くそー、カイマル、カイマルがいそうなところなんか知らんか。の、なや、どうした、何してんやそのとこで。お前、お、あ、サギトワやん。ダメだ、この峠からじゃ見えねえ。おう、あんま遠く行かれると鬼が出るぞ。マジか。なんとかなるんですかよ、神様。なんともならんな。なんとかするしかないが。そうか、どっちを探したものかな。うん、どっちっていうか、もう砂浜やと思うけど俺は。後から降りるようにって、おっさんが置いていったんだ。マジか。よし、ならば匂いを辿ってみる。よしよしよし、オッケー、行くぞ。ザキトワ、ザキトワ、お、新たな地域、浮き梅雨棚と水惑いの谷へ行けるようになったって。よし、さ、カイマル、探しに行こう、カイマルを。お、浮き梅雨棚や、水惑いの谷やって。お、ちょ、待てよ、カイマルが、でも、カイマルはここに行って死を持って帰ってきたから、それ考えると水窓の谷のあたりかな思うねんけど。ちょ、 水窓の谷ちょっと先行くか。いやもうこれ、いやもう行くしかないやな。でも行くしかないや、暗いけど行くしかない。結構敵強い。何これ、うわ、なんか、うわ最悪や、なんか全然、ほんで全然効かへんやろ。ちょ、これ夜めっちゃ敵強なってんねんって、ほんまに。お、何これ、これ何かわかんないけど、うわ水落ちきてるやん、これほら水落ちきてるよこれほら。おう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 おお、すごいこの山頂。おお、やばい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 。油もでも限りあるから結構急がんと、なんとかとにかく奥に行かないと。カイマルを探さないと、これ夜はもう倒せないから、敵を倒すことなんて俺にはできないから、もうちょっと敵無視して先進めるだけ進むわ。カイマル、カイマルいいひんか、カイマル、カイマル、カイマル、まあ違う、あかん、ここで深すぎて、カイマルがどこにいるかわからん。ここじゃないんかもしれん。うわもうアスレチックみたいになってるやん、ここなんか。やっぱ、あっぶね、体力回復できひんのにこの状況まずない、さすがに。え、でも俺カイマルやっぱ助けてあげたいから。
あいつは唯一俺の守るべき存在やから。え逆立ちええな、なんかダメだ今、拉致が開かねえ。明日の朝にして、明日の朝探そう一回。いただきます。あ、寂しい。タオヤももういいひんし、一番いてほしい奴らがいいひん。暴力を振るう女とマリファナの頭だけや。いやもう稲作とか言うてる場合ちゃうな、マジで。夏の1日目になったけど、今これで夏の1日目ね。ちょっともう申し訳ない、ここもやらないと助けるにも助けられなくなってしまう可能性さえあるんで、一旦肥料とかやりながらやった後、もう早速貝丸探しに行こう。急げ急げ急げ貝丸。ちょごめん、浮き梅雨棚から行くわ。浮き梅雨棚の方がまだ難しくないから、浮き梅雨棚の方から貝丸を探しに行って。ついに2日目になってしまった貝丸の捜索。新しく出たダンジョン浮き梅雨棚を隅々捜索していくさくな姫。しかしそう簡単に貝丸は見つからない。どうやらここじゃないみたいやわ。貝丸はここにいい日みたい。あれ違うか。ってことはこの水窓の谷にいるってことか。貝丸、貝丸待ってろ貝丸。俺もう貝丸がこれで死ぬようなことだってやめるから悪いけど、さくな姫もう終了する。貝丸のために俺やってるから、ごめんな。もう第5作目の米エンジェルキスを育てる間も、あ、エンジェルキスっていう名前だけど、今回エンジェルキスも育てる間もなくもう終了やから、それはほんまに許せへんから。どんだけな素晴らしいゲームとはいえ、もうそれだけは俺もほんまに許せへんから。覚悟にも似た決意を胸に水惑いの谷を捜索するサクナヒロ。現れる敵はあまりにも強く、時間はついに夜へと差し掛かってしまった。夜になっちまった。いやでもカイマルを探さないと帰れねえ。うわダメだ、ここ全員倒さなきゃなんねえ。やっちまった。ああダメだ、帰らなきゃなんねえ。ああやダメだ、明日仲押しもしなきゃなんねえのに何にもできてねえ。いただきます。いただけねえ。ダメだ、全然いただけねえ。ちょっとできる。今日こそは絶対助ける、今日こそは絶対カイマル助けるから。さすがに3日未満ってわけにはいかへんからな。そしていよいよ夏の2日目に差し掛かった捜索開始から3日目、ついに貝丸の居場所と思われる最深部へと到着した。よっしゃ来た、多分ここやと思うのよ。ここ昨日の夜にここまで来たから、この昨日の夜に来たここまでのところからさらに奥に行けばきっと貝丸が見つかれると思うんだけど、俺は貝丸が見つかれる。よっしゃ倒した、オッケー倒した倒した。あとはもう貝丸いいひんか、この奥に貝丸。あ、これ貝丸いそう、貝丸いるんちゃう。貝丸、え、貝丸がカップになってる。あ、ちゃう。え、疲れが溜まっておるな。幸いこの辺りには水も食料もあるが、タオエモン長くは持たん、うん、そんなことよりタオエモンさ、言うことがあると思う。危うくとも動くべきか。うん、サクナ様を信じ、タオエモンちゃうんちゃうん、待つべきか。どっちが貝丸か分からなってるから。あの世も、うん、このようなホラで皆と過ごしたな。いやそんなんいいから。タオエモン虫の父は、うん、山賊の頭であったが、うん、なんとも気持ちの良い男であった。うん、え、何それ、気にならんの、見えてないの。戦の世を心から憎み、子供にしか見えへんやつ、これ貧しいものからは決して奪わず。カイマル、主はきっとあの世、うん、父が石丸に撃たれるを見てしまったのであろう。ね、そんな悲しい話ない今。再び言葉を取り戻せるものか、うん、それが死には分からぬ。それでやったらなお邪魔やで、後ろ守り通すぞ、うん、この命に変えても。どうしたの、なんでその親心芽生えてんの。タオエモン、いいね、一つ守ろうともせえへんのにさ、お前。あ、来てよ。あ、先ど行った、先ど行った、ほら。こんなところにおったのか、ボケ侍め。やろ、え、サクナ様。ちょ、触れへんの、あいつに触れへん。よしよし、カイマルもおるな。これ何、いや、うん、カイマルって見えへんの。え、俺にしか見えてへん、これ。みんな見えてろ。で気負ってずいぶん探したぞ。ほう、あ、え、何、知り合い。まあそのこ、俺にしか見えてへんのかな。カイマルを見つけここまで守ったのはお主にしてはようやったな。うん、じゃあもう、うん、わしの手間が省けたわい。え、なんでそんな普通に話せんの。褒めて遣わす。強烈至極に存じまする。うん、いや、予算か。ともかく、うん、これで借りは返したからな。はて、ところで
なんか変なのもらんか。やっとやんか。鬼ではないようじゃが。それ何？何カッ、うん、カッパーですかな。うん、人懐っこく害はない様子。いやもう害やけど見えてるだけで。カイマルはこれとともにここまで来てしまったようでございます。カイマルカッパとこ来たん。あー初めて見る髪やな。カッパにしてほんと毛多いなお前な。生臭いのお主。いやそうなあ。カイマル起きた。おはようカイマル。おー起きたか。サクナ様がいらしたぞ。助かったのだ。どうよ。ああ。ああが迎えに来たぞ。ああ。ちょっと帰ろう。あ、いいやん。なんかよかったよかった。ほら、買い物だ。だいぶ挙動ってたけど。お主はついてくるでないわ。え？ぬるぬるは嫌いじゃ。あ、カッパ？え、来てしまうてるやん。ほんでカッパ。なんかおっけーな。大きくはないけど。水に臭いでや。どうかな、可愛いけどな。結局ついてきてしまったの。あ、ほらもう早速西川くんなったよ。カイマルがカッパには仲間がいる。谷の奥の湖で鬼に捕まってるから助けたいって語ってし。なんでお前そんなことが分かんねえんだから。それで一人であんなところまで行ったのか。ここだから離れるのは危ないと何で言えば。お前が生かしててけどな。神様は頼み事ば嫌がるから悪いと思ったって。ああそう、いいやつやな。ほんだ赤いまで幼子はよく見ておりますな。てやな。お前も普通にそうやっているけどお前も異常やからな。あっきり言ってシーサーカッパっていうよりも動きは猿やけどな。仲間ば助けてくれたら恩はちゃんと返すそうだ。あそう。えらい律儀やねんなカッパって。俺知らんけど。ちょっと待てゆいよ。おう、カッパの言葉まで分かんない。そうそう、なんでお前そんなこと分かんねん。分かんねえ。こんな気がしただけしか。何お前暴力だけちゃうの。とりあえずなんだか釈然としてんの。おかしいな。お前なんかあれか、そういうあれか。お前お姫様いかがですかな。なんでお前ほら普通に喋れんねん。お前だけカッパはともかくカイマルのためにはカッパも喋れん、赤子も喋れんのに、なんで額にタケノコ生えたシーサーが喋れんねん。そうじゃな。また目を離した隙に飛び出されてはかなわんからな。おう、よし湖に行ってみるか。行ってみようよ。じゃ あこカッパなんか手伝ってくれたりとかせえへんの。田植えとかしてくれたりせえへんかな。やっとや。ほらやっとだったわ。なんて顔してんのほんとこれ。これとにかくでもこのさ稲がほら見て、ピュアハートピュアハートファームにほら今これラブピュアハートファームに大きな大きなラブが一つできた、でねん、もうこれちなみに今中干し中やねん。中干し中ということで、あの水をあげてない、あえてね。これ田植えもんが言うてたで、量を増やすみたいなこと言うてましたけども、あのまあこのこれをすることで分欠が促進される。要するにこの苗がねどん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 いっぱいこう増えるじゃない。これほらこうやって増えてんのよ。これ1個植えただけなんだ。この1個植えたこの分欠が増えてるっていう状況を促す。で今出水やで、これもう生育段階が今出水になってるんで、出水になってるってことはもう話が違うってことやね。ほんだな、結局ごめん話が違う。何でもいいけど今回のお前エンジェルキスお前全然あれやで、全然いい米ならへんで、はっきり言って。まあでもストーリーがな、その分なんかこう俺でもこういうの好きやで。一度失った時に幸せって気づくもんやんか。すごい哲学的なこと言うてるやろ。大切な存在っていうのはそばにいるから分からへん。でも大切な存在にこそ頼みやすいことだってあるわけや。例えば母親とか父親とかの方がわがままは言いやすかったりするわけ。本当に大切ならばそこにわがまま言わへん方がいいのになって自制するんやけど、なんかそこのうまいことバランスができてるやろ。それに気づけんねん、こういう機会って。あ、違うかったな、俺はわがままをこう言うて、俺が何かをこうお願いすることがもしかしたら不幸せにつながるかもしれへんかったんや。これからは優しくせなあかんな。来てきゃー。オッケー、これで一回貝丸を水の浜にやっといて、でまあもう言うてる前に夕方なんで、ちょっと今日はあれ行こうかな。久しぶりに、久しぶりっていうかあれやけど、皆さんご存知、木の葉の里な。パン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 、うん、さくらちゃんやろ。この時ほんまにイライラしてるから俺なんかしないけど、体がほんまにイライラしている動きしてる。おい、ナルト、あんまりお前、いや、そういうことやるの やめろよ、お前、そういうのやめろとやんのよ。うん、でもさくらちゃんやろ。
詳しく首言わせんやけど、子供の真似してる時でも似てるやろ。そうやねん、そうやねん、でも似てまうねんな。似させてるっていうか似てくんねん。ナルトの方から似てくるから。いはい、いただきます。よかったね。こうやってやっぱみんなでいつぞやの話を続きを、えってもう内緒の話やろ。まあでもこう食卓を囲めるということがね、どれほど幸せかということがね、一度失って気づく幸せ、そんなそこにある普遍的な幸せ、一粒一粒本日もいただきました。ごちそうさまでした。